どうも、もきろんです。今回なんですけども、今回ね、日曜日の朝市にやってきました。昨日も市場回ってきたんですが、今日もなかなか魚がいるみたいなので、今回もこっそり市場巡りしていきたいと思います。なので今日も僕と一緒に存分に市場の探索楽しんでもらえたら嬉しいです。そして僕の動画では日本一魚市場に特化した動画アップしてるんで、ぜひお魚に興味あるよって方いましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も楽しみに市場探索しましょう。予報的に雨だもんで、うん、でも降らないですよね、言っても。今降っとったらやばいけど、ね、そうで、さっきちょっとパラッと降って、うん、やばい。だ今日も魚そこそこありそうなんで、うん、ね、出てくるっすよね。じゃこの前までここ速攻やってたじゃないですか。1人行ったんでね、と思ったけど、私これまた1週間頑張りたい。いやいや、もう僕も頑張りますよ、気合い入れて。最初これめちゃめちゃうまそうですね、うん、でもグリルで焼けんな。サヨリも出てきましたね。サヨリもあるんだね。やっぱ時期感じるなと思って、うん、めっちゃ超えてますね、このアオハタ。そう、太鼓ありますね。でかい。私もこんな大きさなかなか見んすよね。
1.5? 1.5 の青畑か。確かに見えてる。しかも池だし。いいのがありますね。ね、もがれ。今からな。ね、今から旬か。これだったっけ、これだったっけ。大将今日忙しいですね。忙しいですね今日。あ、おはようございます。いい顔だね、今日は。今日いい顔、丸々してるんですよね。太鼓あるわ、これ。どうでした？やっぱ昨日子供いましたよ、6匹。あの、お腹から出てきましたよ。あれは楽しい、最高の体験です。どう？いいやな。どうですか？取り扱うもんで、一回はね、さばいて姿作りやらないと大将。いらっしゃいませ。唐揚げですね。はい、カレー唐揚げですね。でもお客さんが若干少ないから、あ、でも増えてきたカレー。ね、増えてきたですね。さっき少ないなと思ったんで、よかったよかった。はい。マジっすか？いやもう僕はもうめちゃめちゃ映えましたけどね、あの子供が出てきて。いや、でも子供の…はい、はい、いらっしゃい。はい、いらっしゃい。あー大丈夫だやっぱ平らに昨日食べたっていうかさばいたんですよ、もうめちゃめちゃ身がブリブリで貝柱やばかったですよ。もう一つなんか小さい、うん、おはようございます。あ、おはようございます。お姉さん今日あったかい、ね、今日あったかい、最高。あー、ずれてきくるんすかね。確かに気温とか海の状況はね、どんどん変わってるから。しっかりはね、こんなんでもこう沖縄っぽいでしょ。いや、めっちゃいい勉強になりましたわ。そうですね。あ、なるほどね。市場で買うんじゃなくて自分に釣った方が。普通になんか青物かなんかで仕掛けて釣るんですかね。まあ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 、でも、命をありがたくいただいとるってことでね。ただ、あ、最近多いですよね、うん、最近どんな魚でもそのいろんな養殖があって、うん、普通に美味しいなと思って、全然入れちゃったんだよ、入れちゃったね、でかい、入れちゃったもん。
ただいまってことで、今日も一番回ってきたんです。もう、今日もお話ししてくれた皆様、本当にありがとうございます。そして今回なんですけども、今回ね、やっぱり魚がたくさんいて、春らしい魚が結構たくさんいました。その中でも気になったのが、メバルやサヨリが販売してて、いやもう気づけばもう春だなっていう感じがしました。あと、今からが一番美味しくなる時期の石ガレイがたくさん販売してました。なのでね、石ガレイのお刺身もいいと思うんですが、ぜひ煮付けにして食べてみてはいかがでしょうか。あと、今回個人的に気になったのが、ウマヅラハギがすごく気になりました。いや僕的に冬が旬かなって思ったんですが、ちょっと出てくるの遅いかなって感じたんですが、どうですかね。ぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。はい、ってことでね、いつも僕の動画を見てくれて本当にあります。これからも毎週市場の情報をじゃんじゃん投稿していきますので、コメントや高評価、そしてね、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあな、しー。